なぜ消した？このニャースは映ってはいけない存在だったのか？これちょっとポケモン本来の世界観を軽視してるというか、違う個体なのが明らかでも原種ニャースが出るだけでロケット弾のニャースを想起させるからモブの手持ちとして出さないというのは単に表現を狭めてるだけな気がする。聖域化してるってこと？単語にするとそんな感じ。ポリゴン枠に入ったのか原種ニャース。まだポケモン書いていない差分をうっかり、って思ったが大滝はいるんだよな。ダネフシャもいるぞ。一話の岩とかと違って作画ミス関係なく後から消してそうなんだよね。ニャースも扱いにくい存在になっちゃったのかな。座り方が人っぽいアニポケでは基本ニャースは4足歩行だから消したってことかな。旧アニポケと繋がってないことになっちゃうから。ポップコーン食いながら見てたりしたらそう思うかもだけどボッタチくらいならそこまでせんでも、ってなる。世界線問題はややこしいけど原作ニャースが2足歩行である以上リコロイでも普通に2足歩行ニャースを出していいと思うけどな。つか旧アニメでも他にいたからな2足歩行のニャース。アニポケって予告、本放送までの間に修正入ってること結構あるんだよな。白ナのリップが色合ってないこととかめっちゃ突っ込まれてて後から修正されてた。こういう突っ込みって公式側がネットサーフィンして、フローみたいだから修正するかって判断するんだろうか。それともテレ東の意見箱に口紅の指摘が集中して修正へ舵を切ったのか。そんなすぐ視聴者の意見なんて反映できるとは思えんけどな。放送まで1ヶ月以上開いてるとかならともかく、ピカチュウもニャースもそうなんすも。普通に考えれば現実でもゲーム内世界でも同じく人気のポケモンなら、むしろ彼らを手持ちにしているトレーナーと遭遇する確率は高くなるはずなんだけど、見栄えもあるからかびっくりするぐらい出てこないよね。ポリゴンはうん。じゃあこうニャースにでも差し替えてもろて。別にニャースなんて本編でもそこら辺うろちょろ歩いてるし連想するとか気にしなくてもいいと思うんだけどな。次回予告でリコとロイとフリードがシェアして食べる予定だった5つの皿に乗ったクローズドサンドイッチが28話の本編ではサブマリンサンドイッチになって1人1皿ずつになっていたり予告と本編のアイテムが変わることはあった。でもポケモンががっつり消えたのは初めてだったからびっくりしてる。前作との区別化は思いっきり明確にしたかったからこそ修正されたんだろうか。それこそ前作の二足歩行喋るというイメージが強烈なニャースはちょっと噛み合わないと判断したんかな。モブでも出る回数は数みたいなのをカウントとか何らかのルールいわゆる世代とかタイプとか進化系統とかで管理してて間違えちゃったとか。ある程度背景のモブもレイヤー分けされてると思うんだけどニャースのレイヤーうっかり消しちゃっただけって可能性もあるかな。消しゴムマジックされちゃった。感想は自由なんだけど現段階ではそもそも本放送前だからニャース聖域化とかいうのは勇み足だと思う。そうでなくとも素直に出るか出ないかわからないシュレーディンガーのニャースを楽しんだ方がよかろう。御三家とか持ってる人めちゃくちゃいて外す理由もそうそうないはずだけど実際にはゲームでもアニメでも使い手は少ないわけで見栄えの問題は重要なんだろう。モブもある程度所持ポケモンの設定とか決まってそうだしニャースが隣のモブの持ちポケモンじゃないのに間違えて書いたとかかな。ニャオハがキーボード踏んじゃって謎の暗号を生み出したりニャースが消しゴムマジックされたり今日は猫ポケモンの話題が尽きないね。結局出なかったな。原作ニャースって赤力から二足歩行してたんだっけ。こういうのがあるから多分は無印のアニメでは二足歩行も人間の言葉と同じく努力の証らしいけど巨大マックスニャースは意外と制限あんのかな。予告は制作途中の素材を使ったり後から修正みたいなのが多いからね。デビルマンはいるんだ。確かにポージングがデビルマンだね。ピカチュウニャースプリンミミッキュゾロアゾロアークルカリオみたいな印象に残ったりそれこそ一話まるまる使える個性のある一般ポケモンは背景でも使いづらいよなとは思う。じゃあお前なんなんだよヒードラン。